はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINE キャンペーン、セブンネットショッピングと組み合わせれば、特典40ドリもということで、今回は LINE ショッピングが LINE ポイント1000万ポイントの山分けキャンペーンと、特典の40ドリについてお伝えしていこうと思います。ということで早速なんですけども、今回の LINE のキャンペーン、LINE ポイント1000万ポイント山分けキャンペーンについて詳細をお伝えしていこうと思います。まずは、左上に出てる LINE の公式の LINE ショッピングをまず追加します。そしてその中でエントリーをして、でその期間としたら本日からまあ15日まで、期間は少ないんですけども、13日から15日までで、合計で税抜きで1万円以上購入すればキャンペーンに参加できます。楽天市場や楽天ブックスなどの一部対象外のショップもあるのでお気をつけください。あとはポイントの申請日は2019年の9月の下旬までに申請ということになっています。まあ詳細に関しては LINE ショッピングを追加したら出てくるので、そちらでもご確認してみてください。対象のショップを紹介すると、現在は DHC、ニッセン、ベルーナなどは 10% の還元がされていて、他にも LINE ポイントの還元はバラバラなんですけども、Amazon や Yahoo ショッピング、あとは GU やセブンネットショッピングなどということですね。まあここでもしかしたら特典40ドリについて気がつかれた方もいるかもしれないんですけども、まあなんとですね、まあ今回このセブンネットショッピングでお買い物をすれば40ドリが可能なんですよね。まあこのセブンネットショッピングについては以前の動画をご確認ください。一応下の概要欄に動画のリンクを貼っておきます。まあ、簡単に特典40ドリまでの流れを説明すると、1番まず LINE ショッピングを経由して、ここでまず LINE ポイントが入ります。そして2番、セブンネットショッピングを利用して2000以上のお買い物をしたら、今回のセブンネットショッピングのキャンペーンがあるので、そこで7個ポイントが還元されます。そして3番、商品を店舗で受け取りして PayPay などで決済すれば 20% の還元を受けることができます。そして4番、 LINE ショッピング側で合計1万円以上の購入で山分けキャンペーンに参加することができるという流れですね。まあ今回はセブンイレブンが三平祭りというキャンペーンをやっていますが、これが今月の21日までなので、もし商品がその日まで届かなかったら PayPay で決済するといいと思います。まあ延長も発表されていたので、まあ、ただ LINE ポイント山分けキャンペーンに参加するためには合計で税抜き1万円以上のお買い物が必要となってます。でセブンイレブンの三平祭りで PayPay を使っても還元される上限が1000円までで、実質5000円までしか使えないので、5000円分はセブンネットショッピング、あとは Amazon やHooショッピングで残りの5000円を購入するという方法もありかもしれないですね。まあ組み合わせに関してはぜひですね、ご自身で考えてみるのもいいと思います。ということで今回は LINE ポイント1000万ポイントの山分けキャンペーン、そしてお得な特典40ドリの方法についてお伝えしました。もしですね、該当のショップでお買い物をする予定のある方がいましたら、今しか使えないこの方法で試してみるのもいいのではないのかなというふうに思います。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。